ご紹介しましょう。第58代横綱千代の富士は昭和30年北海道福島町で生まれました。昭和45年の秋場所に15歳で初土俵、その後軽量ながら動きの速い相撲で土俵を沸かせました。昭和56年の初場所で当時の横綱北の湖との優勝決定戦に勝って初優勝し、大関に昇進。同じ年に2回目の優勝を果たして第58代の横綱となりました。度重なる怪我に苦しみながらも厳しい稽古とトレーニングで引き締まった筋肉質な体を作り、ウルフのニックネームで圧倒的な人気を誇りました。よく寝てよく食ってよく飲んで昭和63年には当時の戦後最高となる53連勝、平成元年の秋場所で当時の通算勝ち星の新記録を樹立し、相撲界初の国民栄誉賞を受賞しました。待ったなし、千代の国1戦勝に。平成2年の春場所では前人未到だった通算1000勝を達成。その年の九州場所では31回目の優勝を果たします。花束が贈られております。大歓声。平成3年夏場所の初日に後の横綱貴乃花、18歳の貴乃花と対戦。その2日後、高藤力に敗れた後、引退を表明しました。体力の限界、気力もなくなり引退することになりました。引退後は九重部屋を継承し、多くの幕内力士を育てました。そして去年、赤い綱を締めて還暦を祝う土俵入りを行い、現役時代と同じ雲龍型の見事な土俵入りを披露しました。そのまさに主な記録ですけれども、幕内最高優勝は歴代3位の31回、横綱在位もほぼ10年、そして通算成績1045勝、幕内の勝ち星も807勝、そして相撲界で初めての国民栄誉賞、ウルフと呼ばれてまさに圧倒的な存在感を見せた第58代の横綱千代の富士。今日の正面の解説はそのまさに同じ時代を生きた元大関琴風の小車親方ですが、ね、稽古場によく稽古させてもらいました。本当、これその時の風景ですけれども、懐かしいですね。琴風がどっかに出稽古に来て、その出稽古先にも待ってたらしいですね。もうとにかく毎日やりましたね。巡業中も、はい、場所前も、とにかくやりましたね。もう場所の直前までもやりました。そうです。もうひどい。ゆっくり仕切りに入る琴風です。西は千代の富士、玉足が飛んない。琴風出る、琴風寄る、琴風寄った、飛び投げに行った、千代の富士の勝ちです。飛び投げから浴びせ倒しました千代の富士の勝ち。千代の富士と朝青の優勝決定戦になりました。さあ土俵上時間です。燃えに燃えます。14個の白星を連ねた千代の富士、迎え撃つ北の湖、決戦だ。右四つ、もろ差し、左四つ、胸が合います。横綱引きつけます。勝ちです。14勝1敗並びました。
いよいよ同点決勝です。昭和56年初場所優勝をかけます。頭をつける千代の富士、出る北の海、千代の富士優勝、14勝1敗、見事に関脇で初優勝を果たしました。おめでとう千代の富士。春日の理事長から次回は千代の富士に。支配を受けた時の感じはどんな気持ちでした？もうはっきり分からないです。重いだけで。重さは感じましたか？はい、そう。横綱を投げた時の感触と違いがありました？やっぱり試合の方が重かったです。そう、11回目の優勝目前にする千代の富士。対戦成績では千代の富士20勝6敗と圧倒する琴風と、いよいよ時間いっぱい。対抗前に取った、出た、寄り切りました。千代の富士11回目の優勝、新国技館の支配第1号は横綱千代の富士。見事に11回目の優勝を飾りました。勝って13戦全勝です。13日目に11回目の優勝を決めました。11回目の優勝なんですが、新国技館優勝第1号ですね。おなんで、今どんな気持ちですか、その第1号ということについては。嬉しいですね、やっぱりね。制限時間いっぱいになりました。手を下ろして待っている。頭をつけた千代の富士、引いた、朝日に頭をつけた千代の富士、千代の富士、千代の富士優勝、31回目の優勝、合わせて幕内白星804勝、北の湯と並ぶ史上1位タイ記録を達成しました。両手に花の優勝です。初場所以来5場所ぶりの優勝、31回目の千代の富士です。32回目の優勝という。そうですね、もうここまで来ましたからね、もう年だ、体が疲れた、そんなこと言ってないでね、もうその記録に臨んでいきたいなと思ってます。千代の富士に体勢だ、上手が取れない、上の国、千代の富士左で上手、下手も切ります。千代の富士右外投げ、外投げ、これを抱えた、残った、残った、残りました。大相撲になってきました。左からもう一回上手投げ、パッパッパッ、千代の富士、上手投げ、千代の富士の勝ち。27回目の優勝。どうした千代の富士、大丈夫か、左の肩か、肩をまた脱臼したか、大丈夫か。重さ30キロのこの銀色に輝く支配です。右手で、そして武蔵川さんがそれを支えています。左千代の富士、時間いっぱい。小野国左で上手を取った、大野国上手を取った、右の方は千代の富士、策を入れていく。大野国いい位置を取っています。前に出ます、千代の富士こらえた、大野国出る、千代の富士ちょっと下がった、千代の富士ご覧の体勢、左の方はちょっと押っつけています。大野国全然出る、大野国出る、これを左側下取り、大野国前に出る、寄り倒した大野国の勝ち。なんと千秋楽大きな波乱、千代の富士23連勝でストップ。
なし。おお、やっぱりか。いいですか。もう一番取らせてくれたら負けないなと思うんだけど、これはもうね、まあだから来場所からまた負けないような相撲を取らなきゃいけないなと思う。